はい、この子たちはね、5月27日生まれの、5月27日ね、生まれの、兄弟になります。トイプードル、の兄弟になります。だから今日が5月25日なので、もうほぼ1ヶ月ですね。1ヶ月30日例になりますね。目をしっかり、ね、目も開いてきましたし、こう体がねしっかりめの、赤ちゃんになります。ちょっと大きめの、うちからすると、ちょっと大きめのサイズですね。で、男の子と女の子です。こっちの手前の子、この子は男の子です。この子男の子、そしてこっちの子、こっちの子は女の子ですけど、胸のところにちょっと白い刺し毛があります。こんな感じの女の子です。どちらもね、家族募集中ではありますが、まだネットにはちゃんとした形では載せていません。まだお母さんのおっぱいを飲んで、少しお母さんのご飯に興味を示し始めたかなっていう感じですね。ちょっと、もうちょっとしたら離乳食が始まるという感じでしょうか。ちょっとね、お母さんのご飯をつまみ食いしてる感じがあると思いますけど、でこう横から見ると、まあ足は短めのタイプになりますかね。女の子も、あ、女の子の方がちょっと足が長い目のような気がします。多分女の子の方が少し体重が多いのかな、重い大きめの子になります。ちょっと体重をね測ってみたいと思います。女の子の方から測ります。ちょっと反射してるか分かりにくい。 750g、ここの、はい、750か800やね。ちょっと動くとね、はい、750から800ぐらいです。女の子ね。はい、次は男の子です。男の子 650g なので、女の子よりも少し小さめです。あら、もう待ってよ。はい、もう一回測ってみます。はい、650g です。650、男の子は 650g、 女の子は 850g ですね。女の子の方がしっかりしています。 200g 重たいですね。ちょっとまず、ね、おっぱいと間違えてます。お乳は出ないよ。今ねこう指噛んでますけど、前歯の犬歯あたりがちょっと歯茎から出てきてます。奥歯とかはまだ出てないですね。犬歯がちょっと当たりますね。割とねおとなしめかなと思うんですけどね。感じです。まあ、もう少しするとホームページにも掲載をしていこうと思います。まあ、その時はぜひ、覗いてやってください。それでは一旦撮影を終了します。あ、かわいい。あなた落ち着いてんね、男の子。
で、こんなの。で、この子はお泊まりのワンちゃんです。下に下ろすとどんな感じかっていうと、一応こうやって立ち上がって、ほら、歩くことができます。ただね、まだこう不安定ですね。でちょっと滑ったりもしますので、あまりこういうところを歩かしたくないです。よし、よし。まあこの辺で、お母さんのところに戻してあげようと思います。それでは一旦終了します。